こんにちは。こんにちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進協議会波の支部です。本日の献立は冷やしそばのトマトチャンプルかけです。よろしくお願いします。お願いします。教えてくださるのは志賀さんです。よろしくお願いします。お願いします。そして器はこちらです、阿蘇市の桜心釜さんの作品をお借りしてきました。桜心釜さんのご紹介は番組の最後に載せていますので、ぜひそちらもご覧ください。では志賀さん、はい、今日はおそば、はい、ね、波野の特産、はい、波野さんの生そばですね、はい、今日は。そしてトマトもね、はい、あの阿蘇市そして波野でも、はい、たくさんあの栽培されていますので、はい、本当に地産地消そうですね、ですね、はい、今日は、チャンプル、はい、トマトをちょっと湯がいて、うん、あの湯がいたのとこの野菜とかを炒めて、はい、あとチーズを乗せてちょっと栄養もちょっと楽しみあるようにカロリーもちょっと高めて、はい、チャンプル風にしてみましたですね。またちょっと暑さも厳しいので、はい、これを食べてね、皆さん乗り切ってください。じゃあ作り方お願いします、はい、お願いします、はい、はい、まずはそばを湯がきます、はい、じゃこちらの鍋でトマトを少し皮あの湯むきをします。トマトは、はい、こちらのフライパンで、さっきのいり卵を作ります。あ、はい、卵、はい、これですね。ささみは湯がいてから、はい、あの細くあの裂いておきます。分かりました。トマトを炒めます。はい、これが煮立ってきたら、はい、コンソメと、はい、砂糖が小さじ2杯です、はい、それとさっきのあのささみを入れます。はい、ちょっとこれが煮立ってきたら、はい、いり卵とオクラを入れて、うん、最後に、チーズを入れて蓋をして蒸らします。なるほど。じゃあ本当にとろっとろのあんができるんですね。子供も喜んでですね、夏休みですので、あ、そうですね、ちょうどね、この収録が8月なの で、ね、やっぱり皆さんお孫さんとか、はい、もちろんいます。作って、はい、家でしてみたら結構評判が良かったです。本当ですか。じゃあね、あの年齢は寝がないですよ。好きですよね、子供ね。これに入れ卵と入れ卵を入れます。はい、それとオクラを入れます、うん、緑が入ってね、鮮やか。で最後にチーズを入れます、はい、ここで、とろけるタイプのチーズですね、はい、あ、結構たくさんチーズを入れて、あの、うん、蓋をしておきます、はい、ちょっと蒸します。しばらく蒸します。でもこれで終わりです。さっきの湯がいたそばにこれをあの上からかけます。はい、もう下のおそばが見えないぐらいたっぷり、はい、たっぷりかけて乗せていただきました。はい、はい、出来上がりです。冷やしそばのトマトチャンプル、はい、はい、完成です。あ、早く食べたい。はい、では早速いただきます。いただきます。あ、美味しそう。トマトの酸味が効いて美味しい。やっぱささみは正解ですね、入れて。なんかそうですね、うん、食べ応えがまたこう、地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。阿蘇市西小園にある桜心窯は、工房前にある見事な桜の古木にちなんで名付けられた工房で、暮らしの中で愛され心地よく使ってもらえる陶器作りがテーマです。
納屋を改築したギャラリーには女性らしい優しく柔らかな絵付けの作品がずらりと並んでいます。